おはようございます。ただいま2021年1月23日土曜日、アーモンドの日、時間は約10時です。なんでアーモンドの日なのかというと、調べたんですけど、成人女性が1日に摂取する目安の量が20アーモンド23粒だそうです。だから今日は1月23日アーモンドの日だそうです。私もそんなに取ってないけど体にいいらしいので、皆さんアーモンド食べましょう。さて、今日はですね、今までいつもこう東京バイクの話いろいろしてるんですけど、もう散々 YouTube でも Instagram でも Twitter でもこう何度も何度も言っている東京バイクの在庫がないですよっていう話、じゃあ1月23日こう現在はどうなのかっていう今の話をしようと思います。もう結構シビアな状況になってるので、刻一刻と変わってきています、状況は。なので2021年1月23日ポップグランピーはどんな状況なのかということと、モデルの紹介もしようと思います。なので話の流れとしては、いつももう在庫がないですよとお伝えしている、変速があるモデル、東京バイク26スポーツ QS ビズのこと紹介と、具体的にも在庫があと何台なのかという話、そしてあとはじゃあ逆に変速がないモデル、モノとライトも実際今どうなんですかっていうこと、そしてあとはリトル東京バイクとかパナソニック EZ の話とかもちょこっとこうしながら、なのでこうポップグランピの今を全部今日お伝えしようと思っています。早口駆け足だったりちょっと言い漏らしもあるかもしれないんですけど、まあぜひ見てください。で、東京バイクのこと今日ももちろんたくさんお話しするんですけど、より詳しい情報は、1ヶ月前にアップしている東京バイク検討中だけどどのモデルを選んだらいいか悩んでいる人へっていう動画が2本あるので、そちらぜひ参考にしてみてください。結構詳しく話しています。はい、それでは今日の話をします。はい、まずこちらですね、東京バイク26、スタンダードモデルです。はい、でこれがコニファーグリーンの S サイズですね、こんな感じです。はい、で東京バイク26はもうメーカーさんの方でも在庫がもうなくなっています。でなのであとはもうポップグランピーでキープしている分からこう選んでいただくという形になっているので、かなり在庫数が少なくなっています。 S サイズこちらです。 S サイズが150センチから165センチくらいまでの方が乗るかなっていうモデルで、私ちょうど165センチなんですけど、私は M に乗ります。まあ M は165からなので、ちょうどはさかい機みたいな感じなんですけど、まあそんな感じ、サイズ感こんな感じです。で S サイズ残っているのがアイボリーが5台、これすごく人気な色です。女性が多いかな、結構飽きのこない色ですごく人気です。アイボリーが5台してブルージェードが4台、コニファーグリーンが3台、これが S サイズの残りの在庫数になります。次 M サイズ165センチから175センチまでの方が乗る、なので背の高めの女性とか、まあ、男性も乗る人が多いかなっていうサイズですね。が M サイズ、ブルージェードが3台、コニファーグリーンが1台、アッシュブルーが1台となっています。結構少ないです、M サイズ。やっぱり男女ともに乗れるので、なかなか少なくなってきています。そして L サイズ、これが175センチから185センチっていう目安になってるんですけど、目安は目安であって、私は170センチ以上だったら L 進めるかなっていう感じで、まあ試乗しながらこう体のバランスとかもあるのでいろいろなんですけど、そんな感じの L サイズはなんとアイボリーのたった1台となっております。もう結構キンキンな状態です。っていうのが、東京バイク26です。スタンダードなモデル、これ乗っときゃ間違いないというモデルです。じゃあ次ビズ行きます。は
い、今度はビズです。東京バイクビズ26です。私も乗っています。これが S サイズですね。S サイズは145センチから165センチの方が乗れるサイズで、M サイズが160センチからっていう感じですね。はい、まあ、私165で S に乗ってるんですけど、まあ、M でも良かったかなと思っています。そんなビズ、さっきの26との違いはここが斜めに下がっています。なので、まあ、後ろから乗ってもいいし、こうスカートとか履いてる時こう前から乗ってもいいし、漕いでもなんとスカートでもワンピースでも安心という感じで、なので通学とかにはいいかもしれないです。こんなモデル、かわいいビズちゃんです。でこう安心して乗れるけど、変速器がついてる、7段変速があるので割としっかりアクティブに乗っていけるかなという感じのモデルです。私はこれで阿蘇に行きましたあんまりそんなとこまで行くようなモデルじゃないんですけど、はい、しっかり乗せてくれます。そんなビズ、残りを言いますと、さっきちょっと色が分かりづらかったなと思ったのでカラーパイプを持ってきました。アイボリー、こんな色です。アイボリーが、S サイズアイボリーが残り3台で、ブルージェイド、こちらの色です。これも結構人気な色です。ブルージェイドも S サイズ残り3台、そしてアッシュブルーがちょっとサンプルパイプがなかったのですいません。残り3台、 S サイズは残り3台です。で、M サイズ、これが160センチぐらいから乗れる M サイズがブルージェイド残り2台となっています。なので M はもうブルージェイド一択ですね。で2台のみになっています。まあ、通学にもいいですし、こう毎日乗るんだとこの姿勢で乗りたいっていう男性通勤の方がビズ M サイズを選ばれる方も多いです。男女ともに乗りやすい、毎日乗るのにこう心地よく乗れる、そんなビズです。あ、次は QS を紹介します。はい、今度はスポーツ QS です。ビズからこう QS にこう画面が移り変わるとなかなか印象が変わるんじゃないかなと思います。ブラックパーツでこう引き締まったかっこいい QS で、スポーツっぽい感じで、距離とスピードに特化したモデルです。なんだけど街にしっかり馴染んでくれるっていう、なかなかいいかなと思います。私男性はもちろん、こう女性にも QS に乗ってほしいなと思ってます。はい、そんな私は割と好きなスポーツ QS です。で、サイズ、身長の目安はさっきの東京バイク26と同じになります。はい、ではこちらも在庫について言っていこうと思います。まずこの色がマットミントです。マットミントは結構この黒とのコントラストが効いていてかなりいいんじゃないかなと思って、私は割と好きな色です。はい、こちら QS の S サイズマットミント、150センチから165センチぐらいの方が乗れる S サイズのマットミントは残り1台、 S サイズ残り1台です。で、ブラック、こんな感じ、本当に黒、マットな黒なので、まあ、全体的に黒い感じですね。ブラックも残り1台です、 S サイズ。はい、そして、M サイズ、こちらのミント、こちらも残り1台、165センチから175センチぐらいの方が乗れる M サイズが残り1台です。そしてブラック、さっきと同じこちらブラックも残り1台となってます。そして、QS に関しては L サイズはもうなくなってしまいました。はい、そんな感じです。 QS でした。じゃあ次は、変速がないモデル、モノとライトの在庫についてもちょっとお話ししようと思います。はい、今度が、モノ、こっちがモノと、ライトになります。変速がない2つのモデルです。パッと見ビズに似ていたり、26に似ていたりするんですけど、まあ、変速がなくてシンプルな2つのモデルですね。ちょこちょこと違うところがいろいろとあります。で、まあ、なんといっても在庫があるのがいいとこですねで、まあ、どっちから言おうかな。ライト、こっちはですね、ちょっとずつ色が減ってきています。ジェファーレッドという赤
とマスタードという黄色はもうなくなりました。で、アイボリーがもうちょっと厳しくなってきていて、他の色はまだある感じです。まだ在庫がある色は、ご注文から2週間ぐらいでお渡しができる感じになっています。で、こっちのもの、この元気の出るオレンジ、これ素敵ですよね。こんな元気の出る自転車に私も乗りたいです。こんな、かわいいかわいいものは、サイズとカラーによって在庫がこうまちまちになっています。なのでちょっと、そう、てん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 ってあったりなかったりするんですけど、で、ない色、サイズについても予約が始まっていて、現在のご予約で、3月頃のお渡しになっています。なのでちょっと春の準備はもう今からっていう感じですね。変則があるモデルはもちろん、そのもうなくなってきているので今のうちにっていう感じだし、変則のないモデルに関しても特にモノはもう3月お渡し、予約で3月お渡しになっているので、今のうちにこう春入学、就職、あとはお引越し、新生活、なんかいろいろあるかなと思うので、あとはあったかくなったら通勤したいとか思っている方にも、とりあえず今確保しておくのがいいかなと思います。でもちろんまだサイズとカラーによっては在庫があるものもあるので2週間でお渡しってこともできます。こんな感じです。これが変則のないモデル、ライトとモノでした。で、今は、タイムリーな話をしてて、1月23日土曜日の話をしました。で、また今日もある。今日も営業日、明日も営業日だし、来週もずっとポップグランピオープンするので、刻一刻と変わっていきます、在庫数は。で、そんなチェックは、ポップグランピのブログ、ホームページからニュースっていうところに入っていただいて、そこの、東京バイク在庫のことっていうページがあるので、そこからも確認できます。と、あとは今ちょっと期間限定でオンラインショップにもその変速機があるモデルだけ載せていて、金庫振込限定でもうそこから抑えるってこともできるので、ちょっと気になっている方、行きたいけど行けないっていう方とかもよかったら活用してみてください。はい、今日の動画があって、またそこからブログとかでも在庫数見てみてください。はい、あとなんか通勤動画を前回撮ったんですけど、すごくたくさんの方がコメントくださって、これはぜひ皆さんにシェアしたいと思ったのが、なんか、まあ、結構そのコメントしてくださった方々は40分70分とか、まあ結構長めの通勤時間の方が多かったんですけど、自転車通勤に変えて景色が良くて気持ちいいとか、あと健康のため、節約のためとかいろいろあった中で体重減っていうこともあったり、夜ぐっすり眠れるようになったっていう方もいらっしゃって、まあ、そんな効果もある、まあ、私ぐらいのちょっとの15分17分の通勤じゃそんな効果なかなかないと思うんですけど、そんな方もいらっしゃったので、また私みたいに運動のためと思って始めるのもいいかもしれません。じゃあ最後にリトル東京バイクとパナソニック EZ のこともちょっと言います。はい、こちらがリトル東京バイクです。ここに持ち手もついていて、お父さんお母さんにも優しいリトル東京バイクです。これがシダーグリーンですね。リトル東京バイクは2020年のクリスマスの頃とかそれより前とかは2、3ヶ月ご予約でちょっとお待ちいただく状況も続いていたんですけど、なんと在庫が復活しました。なので、今はご予約いただいたら2週間ぐらいでお渡しできます。そしてなんとこれもまた今の情報なんですけど、ブルージェイトとミルクが1台ずつ店頭に即日納車できるものもご用意しています。はい、もう乗って帰って遊びましょう、お子さんと一緒にっていうリトル東京バイクです。そしてちょっと前かな、パナソニックの EZ も動画で紹介しました。その多分動画中で3月下旬お渡しって言ったんですけど、納期がまたさらに遅くなって、今5月下旬から6月頃のお渡しになっています。そんな状況で EZ もすごく人気なんですけど、こう着々とこう納期が伸びていってます。今月は
こんな、よいしょ、マルチブランケットマフマフもプレゼントしているので、これ結構便利なんですよ。電動自転車につけれます。あ、電動自転車というか、チャイルドシートにつけれます。なので結構便利、冬は活躍してくれるかなというブランケットもプレゼントしています。なので6月頃、自転車とか、まあ保育園とかだと入園時期ってこうお子さんの年齢によって、月齢とかによってこう順次だと思うので、はい、そんな方、その頃に入園で使いたいなと思っている方はぜひ検討してみてください。はい、今日はそんなポップグランピーの1月、2021年1月23日のことでした。また随時報告しますそして、次の動画は、編み物作家さんのホーリーズ堀直美さんのアトリエで撮影をしてきました。そちらをお伝えします。とっても楽しくって素敵なお話が聞けましたので、楽しみにでは今日はこれで終わります。